プレゼント企画やってます。どうもドワズルです。はい、ということで本日もこちらキングダム&キャッスルゲーム実況プレイのをやっていきたいと思います。さあということで、日々ね進化しているこちらドズル王国の、城下町なんですけれども、だんだんなんか城下町らしくなってきましたね。今一番の問題は、食料なんかな、あと防衛施設がちょっと整ってないっていうところで、まあ、急ピッチでね、防衛施設なんか整えているんですけれども、まあ、今日の目標は、とりあえずここのちょっと下の南の農場かな、あの北の農場は結構広げているんで、ここと、あともう一つ起点としてね、こちらの南の農場を開拓していければなと思っております。ここはどうしようかな。で、あとね一つ気づいたのが、このお祭りってお祭りで幸福度上げないと幸福度上がらないらしいんですけど、今めっちゃ金欠なんで、とりあえずちょっと取り壊しますね。で、ここ普通に家作っちゃおう。今まで普通に勝手にお祭り開催してくれるかと思ってたらお金が必要だったっぽい。あ、でもこれコストがあれだな。ちょっと一旦保留にしとくか。一旦ここら辺ちょっと空き地にしときます。ごめんなさい。これ勝手に広がるわけじゃないもんね、おそらく。お祭りしないといけないんですけど、お金がないんですよね。やばい、マジで。結構ね、ガタガタになりますね。ちゃんと頑張っていきます。で、今余裕があるのが、とりあえず石は余裕ありますね。石が余裕あるのと、木も余裕あります。で、農場が結構余裕なくて、お金も結構余裕ないっていう感じで、お金がないと作れないこの風車とかは、ちょっとまだ贅沢品になっちゃうのかな。とりあえず保留かな。税率をちょっと上げたいんですけど、税率上げるほどみんな幸せじゃないっていうか、まあ、幸せじゃないっていう表現が合ってるかどうか分かんないけど、とりあえずここちょっと伐採していきます。さあ OK、 こんな感じでとりあえず木倒して、でここにちょっと道を作りますね。こっちのあの肥沃な土地にどんどん農場を広げていきたいんで、農場どれぐらい広げればいいかな。あ、でも見て、今年相当あれですね、作物蓄えれましたね。ということは一旦いいか。これ以上農場を広げたら逆に溢れちゃってもったいないことになるかもしれない。今のところ農家最優先で全部詰まってますね。 OK で住人も増えてきてるんで、次どうするかだよな。収入、税収入が欲しい。お金が欲しい。お金が欲しいんじゃ。一旦ここ取り壊して、コテージにしますね。少しでも大きいやつの方がおそらくいいはず。おそらくっていうかいいはず。で、ここもね、コテージ作ってもいいんですけど、ここちょっと館狙いで、館作るのに25ゴールド必要だからな。ただ、この館は、高い税収入が得られるんですよね。世帯主が4人ってことなんで、世帯主4人って4マス分だからな。普通の小屋世帯主1人でしょ？世帯主がなんとかかんとか。世帯主が4人いるため高い税収入が得られるって書いてあるけど、4マス分だから普通の小屋とそんな変わんない気がするんだよな。税収入はね。税収入だけは。あと、ここの鍛冶屋さんがうるさいって言ってたのは、ここに住んでる人たちが。大丈夫かな。今んとこ幸せじゃないところを訪れてみると、あ、鍛冶屋がうるせえって言ってるな、ここら辺。ちょ、騒音問題に悩まされてますね。ここは特に問題ないけど、あれって感じか。鍛冶屋さん、ちょっと、取り壊すか。今、まだ鉄がね、全然ゲットできてないんですよね。何も機能してないですよね。うるさいだけみたいになってる。おお、ちょっと待って。あれになってる。ああ、やばいやばいやばい。やばいことが発生してる。今、お金がなくて、病院が働いてないときに、病気が流行ったんだけど、なんとかなったかな。OK、鍛冶屋潰したわ。鍛冶屋潰して、ここもちょっと家作っちゃおう。これ移動とかできたらいいんだけどね。移動ができないんですよね。あ、でも鍛冶屋潰したらなんかいい感じになった。お金もみんな、ゲットできてるし、ここちょっと館作りますか。すべては鍛冶屋がいろいろ悪さしてた説。さあどうだ。幸福度が下がってるな。なんでだろう。墓は大丈夫だよね。墓にみんな運んでってる。こっちの道からも出れるよね。ちゃんと様子を見とかないとね。あ、こここうなってたみたいなところがあると怖いから。OK かな。道をね、なるべく作ってあげた方がみんなの移動速度が速くなるから、道作れるところは作りたいと思います。
ここ門は作れなくていいよね。よし、食料に関しては一旦落ち着いた。 OK、 食料は OK で、で食料庫、あそうだ、防衛施設、食料庫がね絶対破られちゃいけないから、じゃ次ドラゴンたちが来るまでに食料庫を守る防衛施設を強固にしたいと思います。ここだよね。 OK、 でここも農場を守るね。マジでやっぱ大事だからな、防衛は。崩されちゃうとねきついですよね。 OK、 こんな感じでバリスタ島合計5つかな。右上も一応たあの作っとこうか。四隅はねなんとなくかっこいいし、あ間違えた、城壁、城壁全部石にしていこうかなとも思ってるんですけど、まだちょっとそんなそこまで石に余裕がないので、とりあえずタワーだけにしとこうか。手前だけハリボテみたいに、岩にしたいけどね、かっこよく見た目だけかっこいいみたいな。すごいな。あ、食料が一気に増えましたね。でみんなの幸せもまあまあそこそ、まあそこかな。住んでない村もあるんだよな。ちょっと人口増やさないと、このままだと税収入ちょっと上げてみる。2にしますわ。幸福度がな、このままちょっと上がっていかないっていうのが少し怖いですけどね。みんな何？あ、課税で、あ、やっぱ課税がすごいわ。課税でみんな不幸せになってる。ちょっとやめとこ。税金取りすぎよくない。課税でマイナス7になるんでしょ。家庭内幸福は割と高いんですよね。何かしらでブーストかけてあげるのがいいかな。家庭内みんな幸せだけど。税金が割と高いと。あ、そうだ、魔女忘れてた。ごめん魔女、忘れとったわ。そりゃないでしょ、さっさと行け、しばらく戻らないでください。ああ怒ってる怒ってる怒ってる、ツンデレでツンデレ発動してるそりゃないでしょって、いつも物乞いしてて、なんどういう言いざまやねんっていう感じなんですけど、まあいいや。寂しかったんですね、おそらくね。あいつなんかお金払わないと結局助けてくれないから、割とななんか存在意義あるのかなって勝手に思ってるんですけど。よし、 OK、 とりあえず、あれここだけ、あそっか、ここ石にしたのか。ちょっとなんかここブサイクだから、ここら辺全部石にしますね。こういうシミュレーションゲームは見た目が大事と言っても過言ではないですからね。自分の街はよいしょ。でも結構コメントで言われてたけど、ドズル村なんか見た目いびつですねみたいな。これ難しいよね、あのいろいろさ、新しい要素が後から追加されるじゃないですか。そのなんか城壁とかさ、それを考えて初めに設計していかないと、あのその場その場で、あこれが必要だとか言って、これをつけようとか言ってやってるとね、割といびつになっちゃったんだよな。さあバリスタタワーはお金がきついか。うわ結構お金不足だなと言って、課税するとみんなヒーヒー言い出すから困ったもんだぜ、ほんと。あでも見て、ベッドが277個できて、かなりここら辺のね、あの館はすごい増えてきたんで、で食料難も回避してるでしょ。資源もあるから、あとはお金だけだな。お金をどうやりくりしていくかっていうところで、またちょっと、頑張っていきたいと思います。幸せ度数上げるのが一番いいな。みんなの幸せをちょっと上げるっていうところを、まあ、重点的にやってって、で幸せが上がったら、今度お金をねがっぽりみんなからお金をがっぽりもらいたいと思います。お金がマジで足りない、本当に。どうしようかな、幸せになるための施設とかあるかな。高度な町、酒場か。やっぱ酒場今どこにある。これが酒場でしょ。酒場はマス的には2マスか。でみんなを幸せにしてくれてる。あドラゴン来た、ちょっと待ってよ。範囲内 7は幸せになってますね。だからここら辺ももう潰して酒場にしちゃうか。こっちまで届いてないもんね、一番大事な。ここ酒場作るわ。取り壊す、今のうちベッドに余裕があるうちに、ね、で酒場、どっちが裏だろう、こっちかな。
さあそしてドラゴンが来たのでバリスタットが3つか、どっちから来るかによるな。しかも見て、今回やばいのがドラゴンとバイキングが一緒に来そう。これいつか会う時あるのかな。うわーお、いやドラゴン空飛べるからズリーは、あ、ちょ待って、これやっつけれるんじゃね。行けバリスタット、やっつけはしないか。あ、消えてった。でも体力だいぶ削れてましたね。オッケーオッケー。農場が潰れてるんでちょっとここは直したいと思います。農場そのままでいっか、一旦なんか、まあでもいいや、蓄え、蓄えは大事。お、15人また人が増えた。これちょっと食料、また食料にならないか心配ですが、ちょ次のバイキングまで受け入れて今日は終わりたいと思います。とりあえず酒場も作ったでしょ。税金上げても大丈夫かな。みんな幸福度どれぐらい、74か。この酒場でね、あーこれ見て、こっちの下の酒場は今作りたてでプラス5だけど、こっちはお酒を作る達人がいるから範囲内プラス7になってる。だからそういうなんかスキルもあるんですよね。住人のスキルっていうのもちゃんとステータスとしてあるっていうのがこのゲームの面白いところかもしれない。今街の中火事になっても一旦大丈夫ですよね。壁の高さ高くするとどうなるんだろう。ドラゴンもバシバシバシってやっつけれるのかな。バイキングはとりあえずおそらくだけど中に、壁の中入ってこれないと思うんで、私のこの鉄壁のバリスタタワーで一番やっぱやられたくないこの畑付近にね、バリスタタを2個立てときましょう一旦ね。よし、金欠だけど、まあみんな幸せだからちょっと税収上げちゃおう。税上げて、税上げると平均してみんなの幸福度が下がっちゃうから難しいよね。私こっちとらね、みんなを別に貧乏にしたくて税収上げてるわけじゃなくて、みんなを幸せにしたくて税収上げてるのに、まあ住んでる人たちは税金の無駄遣いだ、バリスタなんか建てるんじゃねえとか言ってくるんでしょう、おそらく。これは大変なことですね。さあバイキング来ました。バイキングさっきこっちから来たけど、今度どっちから来るかな。あ、また魔女が話したがってる。まさかツンデレ、いや話したがってないな、ツンデレのままだ。ああなんか戻る、どこいる。あ、いた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 。毎回やっぱ来る場所が違うっていうのが憎たらしいな。しかも見て、5世、どんどん増えてるんだけど、マジであいつら調子乗りやがって。しかも今回結構いろんなところから来てる。なんかワンパターンじゃなくなってきそうですね、攻め方が。さあバリスタと頑張れ、将軍も頑張れよ。みんな誘拐されないように町の中に入るんだ。南の畑はまあ北に比べたらね、まだそんなに発展してないんで、まあ、焼かれてもそんな被害甚大じゃないけど、まあ、ちょっとああやばい、こっちやばいやばいやばい、木こりがやられてる。これはちょっとせっかくこんな蓄えた大量の木たちがもったいないですね。やべえやべえやべえ、町の中には幸い入られてないけど攻められまくってるな。しかもちょうど雷も来て、でも雨降ってるのは不幸中の幸いでしょうか。全然ここ止まってないんだけど、井戸からみんな水持ってってるかな。ここちゃんと道作った方がいいんだな、多分道作っとこう、今更だけど。 OK、 帰ったか。帰っていきますね。 OK、 いやーバリスタといくらあってもやっぱ外の施設やられないのは無理だな。おそらく多分ねやられるもんなんですよ外は外はっていうか、あでもそんなに木もめちゃめちゃなくなったってわけじゃないな。木こりさんが毎日頑張ってくれてるから OKOK、 被害甚大ではなし、最悪は免れました。次やっていくのはどうだろうな、城壁高くしていく、それとも新しい村をどんどん作っていく。今んとことりあえずベッドが265個あって、そこがもう埋まりつつあるんで、ちょっと広げていくしかないんですけど、一旦ここを強固にするっていうのは作戦としてはありかな。まあ広げるか、広げましょうか。どう広げていこうかな。第2の町を作るのか、もしくはどうがいいんですかね。難しいよね。第2の町を作るか、
まあ、もしくはこっちにこうガンって広げていくか、あなんだったっけ、進撃の巨人の、志願しなくだったっけみたいな感じで、ちょっと出っ張りを作って、でそこをちょっと特別特区みたいにするみたいな。ここがな、農場として優秀なんですよね、残念ながら。右下が結構肥沃だから、農場として育てたいっていうのはあるよな、ここね。だから村として広げるとしたら、どうしよっかな。こっち側になるか、こっち側広げる？すげえこのグツがいいんですよね。このグツがいいで伝わるかな、方言かな、グツがいいって。ここの広さがちょうどいいんですよね、今。いい感じに守りやすいというか。ちょっとここも全部石にしちゃいます。一旦これで防衛力高めるか、この人数で。人増やせば増やすほどいいのかな、やっぱ。でもこういうゲームってやっぱ人を増やすのが目的じゃないですか、おそらく。街を発展させていくのが目的のゲームで、人を増やさないっていう選択肢はないよな。でも防衛力をまあ高めて、一旦この国力を強化していくっていうのは、まあ、作戦としてはあるかもしれないけど、このゲーム難しいのが、だんだん強くなっていくんですよね、あいつらが。海賊とドラゴンが。それが結構難しい。よいしょ。取り壊す。こう取り壊していく。結構ね、このパソコンゲームなんですけど、このキングダム&キャッスルは。割とこの私の動画を見て始めましたっていう方もいてくれて嬉しいですね。こういうマジで街づくりほんと好きなんですよね。あと鉄か、次必要になってくるのは。鉄を取り、鉄がね、私のこのフィールドだとすごい遠いんですよね。ここでしょ？ここに第二の都市を作るっていうのはありなのかな、一つ。道をザーッとつなげて。それありなのかな？ここに超広いさ、第二の王国を作ったら、どうなるんだろう？どうなるっていうか、OK なのか？基本困ることないですよね。まあ、ただ、まあ、病院とかをもう一回作りな、またあっちでも作らないといけなかったり、まあ、大変なことはあるものの、第二の王国作ってみるか。それはそれで面白そうですよね。あっちは、あ、でも、そうか。こことまた違うけど大丈夫なのかな？天守閣が。天守閣が壊されると終わりなのか、そもそも。巨大な天守閣を壊されるとゲームオーバーなのかな。それぐらいやっぱドラゴンもどんどん強くなっていきますよね、おそらく。よし、石がもうカツカツだけど、最後石までしちゃおう、全部しちゃおう。次ドラゴンたちがまだ来ませんからね。だいぶ一応パン屋さんとかは設置したし、あと市場が欲しいかな。町がひ、お、なになに、あ、びっくりした。敵がまた来たかと思った。賑やかな町、繁栄している都市はあなたの素晴らしい指導力によって形作られた。繁栄してますね。これどうなっていくんだろう、これ。どんどんさ、敵が強くなって、どんどんこっちも防衛力強くなっていくのかな。とりあえずでも第二の村作るほど、まだ国力蓄えてないから、一旦ちょっと広げていきますわ。うわ、すげえ。壁が石になるだけでだいぶ国らしくなるな。ほんとかっこよくなった。さあ、といったところで、じゃあ本日は一旦もう石もカツカツなので、一旦ここで終わりにします。で、またちょっとコメント欄とか見ながらね、今後どう進めていくか、どう広めていくかっていうのを、まあ、考えていきたいと思うんですけど、一旦左下のこっちまで広げるのはちょっと冒険しすぎなんで、まあ、ちょっとここら辺かな。ここでも農場として優秀だからな。難しい、この土地開発が。ここら辺に第二の都市を作ってもいいかも。近いところにね。で、そうすれば、行き来もできるし、まあ、なんか、市場とかもね、共有できると思うんで、まあ、そんな感じで進めていこうかな。うん、まあ、ちょっと、いろいろね、ああ、すげえ、変な壁になってる、ここ。そんな感じで、ちょっと進めていきたいと思います。さあ、ということで、石は今、石って無限にあってもいいけど、石今、採掘してるの、ここか、ここ2つと、そこだけなのか。次、新しい石をここで取りに行ってもいいですね。石を
あの取れる設備を、まあ、南に足を伸ばしていくっていうのも、まあ、一つ作戦かなと思います。石が大量にあればね、あこっちにもあるんだ、あこっちの方が早いな、先にここに広げていきますか。一旦ね、一旦ちょっとここ作っときます。こんな感じで道作って OK、 ここに道作ってとりあえずここをちょっと採掘できるようにしましょう。近場はね、なるべく資源をどんどん、ゲットできるようにして、まあ、国力のね、防衛施設も高めていきたいなと思います。あバリストも設置しよう。やりたいことがどんどん出てくるな。よし、これでバリスタが 1,2,3,4,5 棟建てれたし、お金もなんならすごい、えめっちゃお金あるじゃん、やばい。さっきまで金欠だったのが嘘みたい。ちょっとどん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 ね、その時その時の状況に応じて、今もうベッドが足りないんで、ちょっと、また考えながらプレイしていきたいなと思います。皆さんもぜひぜひね、遊んでいただければなと思います。まあ、パソコンの有料ゲームなんでちょっと遊べるっていう人少ないかもしれませんが、ぜひ次回も楽しみに待っていていただければなと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。